本当に攻撃でもう少しというところまで来ていると思うんですけど、まあ、そこで得点が取れていないというところと、まあ、自分たちのいい流れの時にどうしても失点してしまうというところが一番の課題だと思うので、まあ、そういうところをなくすためにどう努力していくかというのを今練習でやっているところだと思います。まあ、僕は山田とやるのは初めてなんで、はい、まあ、知ってる選手もいますし知らない選手もいるんですけど、まあ、ルーキーからずっといたクラブなんで、はい、すごい思い入れはあるクラブなんでしっかり、まあ、違うチームですけど恩返しできるようなプレーができたらいいと思います。楽しみっていう部分が多いですね、うん、まあ、よく知ってる選手がいるので、うん、そういう選手と、まあ、違うチームでできるっていうのはサッカー選手の視点の幸せの一つだと思うので、まあ、しっかり楽しんで勝ちたいです。まずやっぱり勝てなかったっていうところで悔しい思いしましたし、まあ、内容とか自分たちがやろうとすることは一回置いといて、やっぱりその結果が出せなかったっていうところに対して責任も感じてますし、まあ、重く受け止めなきゃいけないなと思ってます。そうですね、まあ、ボールは持ててますけど、ショートのパスだったり錆だったり、これからゴールに向かっていくぞっていうエリアでのプレーの大胆さっていうか、そういうところを増やしていかないとやっぱり勝負の世界でなかなか勝てないかなっていうのは感じれてるんで、まあ、いいところもたくさんありますけど、一番大事なところはそういうところかなと、まあ、前節本当に本開幕で、まあ、負けたくない気持ちで当然やりましたけど、まあ、結果負けてしまったんで、まあ、そういうところをしっかり、自分もそうだしチーム全体見直してまた勝つためにしっかり、今やってますし、まあ、それに向けていい準備して次はしっかり結果残せるように頑張りたいなと思います。